ゴルフのトーナメント会場はネタの方向。ただ、その全てを伝えることはなかなか困難なこと。そこで現場記者がコースを歩く中、見た、聞いた、ものの中からちょっと気になった一つのテーマ、すなわち、一ネタをご紹介。今回は、明治安田レディス横浜タイヤゴルフトーナメントが行われる土佐カントリークラブ、高知県から、 土佐カントリークラブの練習場では芝から打てるところに加えてバンカーも併設。フルショットを打つことができる。そこで一人黙々と球を打ち続ける選手がいた。練習場のボールと自分の試合でのボールの差が大きい。だったらバンカーの方が自分的に感覚が良い。こう話すのは野沢真央だ。1997年生まれ。 10歳の時に坂田塾の文下生になりゴルフを始めた。2014年にナショナルチーム入りして、15年のプロテストに合格。17年はパナソニックオープンレディースなどカブツアーで参照をあげた。20から21年シーズンに初シードを獲得して以降、国内女子ツアーで活躍を続けている。 詳しく話を聞いてみると、どうやらバンカーの練習をしているわけではなさそう。飛球戦を気にしなくていいので、芝から打って思い通りの球が出なくて悩むくらいなら、入りだけ気にしてればいい。練習場に置いてある普段使わないボールを打つと、どうしても弾道が気になってしまう。 だったらバンカーから打ってクラブの入り方だけチェックすればいいということだ。去年もここでした。というバンカーはまさに野沢の特等席。その砂に汗が染み込むまで打ち込み、悲願の初優勝へ近づいていきたい。